ファーストトラベルできるようになったからちょっとやってみるよ。これが一番ロード時間が分かりやすいと思う。一番遠くにしようか。前作はファーストトラベルすると地下鉄のムービーが流れたでしょ。でもプレステ5は画面がちょっと暗くなるだけ。早い。すごい分かりやすい。まあ、ファミコン並みとはいかないけど、この驚異のグラフィックでこの1秒くらいかな。驚異的に速いよね。これもしでも、プレステ5のこの性能でプレステ2なんかもし交互性があってできたら、プレステ2のゲーム、ファミコン並みのロードになるかもしんない。もう、気づかないってやつ。一瞬過ぎて。そういうの出してほしいわ、ソニー。プレステ1、2、3の本体をこのプレステ5の性能で出してほしいな。気づかないと思うよ、ファミコン並みに。それで開封動画の時もちょっと話したけど、もうロード時間がね、本当にね、俺、中学3年の終わり頃に次世代機が出て、それから26年間、ずっとロード時間、計算してみたら、もう1ヶ月と10日ぐらい、労働時間を無駄にしてるんだよね、時間を、人生の時間。それ考えたら恐ろしくて。だから、プレステ5って、ファミコン世代のおじさんほど、早く買った方がいいかも。まあ、若い人はそんな計算しないだろうけど、プレステ5は新幹線と同じ、時間を買うっていう感覚。